カート呼んでも扱いは変わらんぞ。どのうち拷問するか。前とはやり方が変わった。暗い部屋に閉じ込めてただけ。それより気を失っていた時間は。気づいたら夜。ラジオが聞こえ、気絶していたのは6時間か8時間か思い出すのだよ。でしょうか。僕は簡単に質問に集中してくれないか。這いずり出てもまだ朦朧としてたのに。どうや待ってやった。這いずり出た。待ってたのか。その時に暗くて朦朧としてたのに。ほら誘導尋問、つい話に引き込まれただけだよ。軍曹、主導権は君にある。どう外は暗く、君は朦朧としていた。地震の後、その状況で何を。はい、第二ステージです。君が選べ。選ぶ。何をだ。分かるだろう。どっちだ。生きるか死ぬか、どっちがいい、ミスター。いや、それは死にたくないよな。イムジだったんだな。うわっ、この野郎。おお、やられた。やられた。はい、やり直し。すいません。
近い近い近い。あ、やられた。撃たれてんだよ。やり直し。むずいね。会話いい感じだ。さあさあさあ、手榴弾だ。うわ、うん、手榴弾が飛んでくんだ。投げるか俺も。
どんどん出てくる。沈黙したか。いるいる。動きがある。どこだ、落ちてんの。沈黙したか。このバスやばい。このバスやばいよ。ああ。バスやばいよこれ。前に通ったことあるぞ。動けなくせやろうね。ああ、味方だ。そうだろ、ブラックバーン。会えて嬉しいよ。今から30分後、ここは地獄絵図になる。行くぞ、ここを出るんだ。ミット、こちらはワンスリー。あと少しで集結地点に到達できる。建物がないと街の様子がまるで違うな。どうは任せろ、行くぞ。どうだ。ミルネットによると、街中で暴動が起きているそうだ。あと、イランでのクーデター。あ、撃ち合ってる。
わあ。助かった。